鉄筋工房へ、ようこそおいでくださいました。今回は、100均で購入した、ビニール誘着道具、EGシーラーを、使いやすいように改造してみたので、よろしかったら最後までお付き合いください。以前の動画で、ハンダゴテを利用したビニール誘着コテを作りました。これはこれで、大量の誘着にはとても便利なのですが、準備するのに少々時間がかかるのが難点。そこで、短時間で立ち上がり可能な、100均 EG シーラーを購入してみました。これが外観。電池ボックスがあり、炭酸アルカリ電池を2本入れて作動させるようです。ヒーター部分はバネが入っており、ここにビニールを挟み込んで誘着させるようです。とりあえず全部バラして、内部構造の確認と合わせて、どんな改造ができるかどうか試案します。こっちが支点側、結構なスペースがあります。こっちはヒーター側、心臓部のヒーターは、セラミックの土台にステンレス線が通っており、PTFE を塗布したガラスクロスで覆われています。ヒーターはバネで支えられており、むにゅっと押すと、ヒーター両端が、電池端子両端に当たって通電します。回路図を書くとこんな感じ。至ってシンプル。小学生でも簡単すぎるレベル。さて、どんな改造を加えるかな？まずは、通電した時の表示ランプ、LED を、この辺りに取り付けてみたろか？それと、他の YouTuber の方が行っている、USB 電源化を、試みます。ここの場所に、コネクター端子が入るスペースはあるし、導線は、電池ボックスの隅っこに這わせて、電池でもそのまま作動できるようにします。まずは、電池を入れた時の、LED 設置スペースの確認。あんまりスペースがないかな？これ、手持ちの砲弾型 LED ランプ。5ミリ系のランプが多いので、ちょっと無理かな？ならばこれ、実装型チップ LED、もう何年も前に購入したのですが、あまりにも小さく、作業中にいくつか飛んでって行方不明。基板実装用なので、ヒートガンを使った特殊なハンダ付けが必要なのですが、強引にハンダ付けしようとして失敗を繰り返し、断念。仕様書もどっか行ってしまいましたが、再度トライしたいと思います。小さい電流で作動するので、抵抗は 1kΩ、USB 電源は 5V なので、5mA 流れる計算。ほら、飛んだ。また飛んだ。なんとか通電させて、どれがどっちか確認しないと。お。よしよし、わかったもんねー。これ、チップ LED の拡大図。赤色 LED と、青緑 LED は、独立しているようで、下側がアノード、上側が仮想度でした。この LED を、ご覧の回路図のように組み込みます。電源を繋いだ時、青緑の LED が点灯。ヒーターが通電した時、赤色 LED も点灯して色が変わり、通電状態がわかるようにします。チップ LED は、ハンダ付け用の頑丈な足がないので、アイスの棒を基板代わりにします。チップ LED は、1.5mm 角なので、2mm 角くらいの基板を作りますが、作業しやすいように、完全に切り取らずに一辺だけ残しておきます。導線を、チップ LED に直接ハンダ付けするのは無理なので、銅テープをご覧のように並べ、事前にハンダを盛り、そこにチップ LED を乗っけてハンダ付けします。銅テープの裏側は粘着剤が塗布されていますが、接着力が弱いので、両面テープを貼り付けています。なるべく薄くハンダを盛りたいけど、難しい。基板の上に、並べて貼り付けてみます。ちょっとでかいかな。この上に、そーっとチップを乗せます。くしゃみとか、咳とかすると、飛んでってしまうので、そーっとです、そーっと。さあ、ハンダ付けします。金属量が少ないので、すぐに熱が伝わってハンダが溶け、くっつきます。ちゃんとくっついたかな？導通チェックしてみます。青緑は OK、赤も OK。両方同時は？同時には、どうしても点灯しませんね。
赤の方が作動電圧が低く、最初に点灯した方に食われてしまうからでしょうかね。わかんないです。でもまあ、ヒーター通電で赤点灯なので、理想通りの動きになります。うまく点灯したので、ハンダ部分が取れないように、UV レジンで固めちゃいます。完全硬化しました。再度点灯テスト。大丈夫そうなので、基板を切り離します。5mm 砲弾の LED より、随分薄く仕上がりました。さあ、これを電池ケースの内側に仕込みますが、プラスチックが分厚いため、光が十分透過しません。そこで、ちょいと裏技をお見せしましょう。これは、アルミ針金で作ったビニール誘着用磁石コテですが、これを使って、ケースに穴が開かないように、薄いくぼみを作ります。穴が開かないための重要なアイテムは、アルミのヒートシンク。平らな金属だったら、鍋でもブリキータでも何でもいいと思います。重要なのは、ケースの表面を金属に密着させ、熱を逃がすことです。そうすることでプラスチックをギリギリまで薄く攻めることができます。ご覧のように、バリはいっぱい出ても、穴が開くことはありません。外側表面も綺麗です。薄くなったので、光が透過しやすくなりました。それでは、どんな風にケースが光るか、ちょいと試してみます。まずは、青緑。赤色はどうでしょう？どうですか？あからさまにランプが見えるより、間接照明みたいで、目に優しい感じがしますね。次に、USB 電源取り入れ用の、メスの DC ジャックを本体に取り付けてみます。相方は、DC プラグ、USB から受け取った電気を、ここから供給します。DC ジャックはいろいろ種類があるので、購入時は確認が必要です。これ、USB コネクタ。ちょっとばらけていますが、これを修正します。本体を握った時に、邪魔にならない場所。この辺りに穴を開けて、DC ジャックを埋め込んでみます。すっぽり収まりました。配線は、電池ガイドをちょっと切り取ります。ケースの補強を兼ねていると思いますが、問題ないでしょう。次に、配線コード。供給電源は、USB Type A。最大電流は 0.9A です。手持ちのコードはいろいろありますが、これ、新線数が12本、1本 0.8mm です。規格表を見ると、3A まで許容できるので、ちょっと太いですが、安心なのでこれを使います。それでは、配線をしていきます。このような作業、配線の順番とか、新線の出し方とか、プロの方から見れば、突っ込みどころ満載かもしれませんね。コメント欄でバンバン突っ込んでいただけると、とても勉強になるので大歓迎です。出ました、磁石ハンダ付けスタンド。使い物になるかどうか心配でしたが、結構重宝しています。ただ、腕を4本作ったのですが、今のところ、2本あれば十分こと足りています。なんか、動画の解説になっていませんね。画像を見ればわかるのに、いちいちわかりきったことを解説するのは、視聴者様にとってはうざくらしく思われるでしょうし、制作している方も、ちょっぴりめんどい部分です。かといって、全くの無音も、なんか寂しい気がするし。まあ、こういう感じの解説、たまにはいいかなって。海外の YouTube チャンネルで、このようなジャンルの動画は、無言が多いですよね。その代わり、カット数が半端なくて、見てるだけで十分伝わるクオリティの高い動画に仕上がっています。撮影動画が長いと、つい早送りで逃げてしまいがちですが、見やすい動画はむちゃくちゃなカット数です。鉄筋動画も、初期の頃と比べると、とてつもなくカット数を増やして、視聴者様が見やすい動画制作に努めておりますが、おのずと時間と労力が必要になってきます。つくづく、すごい方たちがいるもんだなーって感心させられます。解説が脱線している間に、ハンダ付け作業が終わってしまいましたが、ここから最終組付けに入ります。LED は、ケース内側にグルーガンでがっちりと固定、ついでに電池ケース内配線もグルーガンで固定しちゃいます。接着完了。元通りに組み立てます。
パーツ数が少ないから、組み立てはとっても簡単です。ネジも、2本しかないし、パーツもでかいので紛失することはないです。本体の完成。最後に、USB 電源ケーブルを作ります。今は使わなくなった、ガラケーの充電器コードを利用します。なんかちょうどいい太さ。外側はマイナスとして束ねます。中心はプラスとします。これは、同軸ケーブルって言うんですかね？まあ、いろんなタイプの電線ケーブルがありますが、充電用に使われていたし、線も太そうなので、0.9A くらいは軽く耐えられそうです。プラグへのハンダ付け、ソケットを入れ忘れて、あっちゃー、ってなることがよくありますよね。今回は大丈夫でした。最後、USB カバー、瞬間接着剤で貼り付けました。くっついたかな？電源コードの完成、これで、すべて完成しました。では、実際に作動確認してみます。使うのは、自作電源ユニット。12V バッテリーなので、シガーソケット USB を、経由して電源を取ります。じゃあ、スイッチ入れるよ。電源を入れると、青緑ランプが点灯。ヒーターオンで、で、ストッパー忘れとる。もう一回、ヒーターオンで、赤色点灯。電流は、0.9A くらい。イメージ通りの動きです。よかった。それでは、ビニールがちゃんと誘着されるかどうか、ちょっとテストしてみます。これ、郵便物が入っていた、薄いビニール袋。まず端っこを閉じてから。ちょっと、ゆっくりすぎるかな。やっぱり、ゆっくりすぎました。溶けすぎて、ギレギレになってます。もっと素早くするか、セロハンなどでサンドイッチすると良いかもしれません。お菓子の袋はどうでしょうか？結構分厚いので、うまくいくかな？おお、これはいいぞ。練習なしの一発勝負。完璧に封止されています。これは使える。こりゃ大成功です。電源コードも電池ボックス内に収められるので、すっきりして保管も邪魔になりませんよ。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。鉄筋工房へ、また来てね。